おざす、おざす。で、今日は児童相談所の生活について語っていこうかなって思います。で、前の動画で児童相談所をね、2回脱走したことについて話してると思うんだけど、で、今回話すのは一発目にね、児童相談所に入って、で、その時は俺中学校2年生で、で、13歳だったんだけど、で、その時はね、脱走しないで、普通に、ちゃんと出れるまで生活してたんだよね。うん。で、まあ、基本的に、その時ね、13歳だったから、日本の法律では、14歳未満の者は逮捕できないんだよね。うん。だから、まあ、逮捕できないから児童相談所に送られるっていうことになるんだけど、で、俺の場合は、そのまま逮捕できないから、まあ、家にまたね、またじゃないね、警察が来て、刑事がね、来て、で、俺、その時ね、あんま学校行ってなくて、で、昼ぐらいまで寝てたんだよね。うん。で、そしたらね、地元の、まあ、よく知ってる顔見知りの刑事が2人来て、うん。で、児童相談所行くよって言われて、え?って思って。で、その前の動画で話したその逮捕の件、について、みたいな感じの、もうほんとガチガチに家宅捜索入って逮捕状出されて車の中で逮捕まではいかないけど、両脇ね、抱えられて、車の中にね、連れてられて、で、そのまま児童相談所、とりあえず最寄りのね、児童相談所に連れてかれて、そこで、児童福祉司さんっていう人にね、うん、引き渡されて、で、刑事は帰ってって、うん。で、そっから、ここの児童相談所にはちょっととりあえず入れないからって言われて、新宿のね、児童相談所に行くことになって。で、高速乗って、そのまま、新宿の児童相談所まで行って、で、その時、児童相談所ね、みたいな。まあ、どんなところか、まあ、想像もつかないから、うん。で、なんか話したんだよね。どれぐらいで出れるんですかみたいな。うん。もうほんと出ることしか考えてないから、うん。で、まあ、最短で、だいたい3週間って言われて、うん。あ、3週間か、みたいな。うん。まあ、だったら、みたいな。で、平均で1ヶ月かな。って言われたから、ああ1ヶ月かーみたいな、うん、まあ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 みたいな、うん、って感じで思って、うん、で今までその、まあ、身体を、まあ、拘束ではないね、まあ、拘束される、うん、まあ、逮捕はね確実にもうあれは拘束なんだよ、うん、もう鍵かかってるから部屋にもう檻だから拘束なんだけど、児童相談所はね、ぶっちゃけ脱走しようと思えば脱走できるけど、その時はね、脱走っていうのは考えてなかったんだよね。うん。まあ、普通に生活して、うん、時期が来て、その出れるまで、とりあえず生活しようって思ってたから、うん。で、まあ3週間から1ヶ月で出れるのかなって思ってて、うん、でそのついて、でまあその時着てた服があるんだけど、それを1回ね着替えて、で軽くちょっと身体検査みたいなのを受けて、でそしたらそれはね児童相談所の先生、まあ職員だね、職員の人がやって、でまあ必要な、まあ歯磨きとか歯ブラシ粉とかコップとかそういう生活必需品みたいなのを自分のを渡されて、でそっから
なんかね、軽く説明受けたんだよね、その児童相談所のルールみたいな、うん、まずその入ってる子たちとの、うん、その連絡先を交換しちゃいけない、うん、で、なんで入ってきたかっていう理由を教えちゃいけない、うん、あとなんかあったかな、まああといくつかねあったんだけど、まああとその男女の男女とその会話は絶対 NG だし、その目も合わしちゃいけない、うん、まあでもこれに関してはね、あの目を合わせることもないし、あのもちろんね、そのご飯の時とか一緒に食べるんだけど、もうお互い背向けて食べるし、女の子とすれ違う時とかもうどっちかが一回もう壁向いてで通ってからあの歩くみたいな感じになるから、うん、まあ、そこの男女の接触はね、あの絶対できない、うん、そこのまあ、そこはできなかったね、うん、だからそこに関してはね、うん、あれだったね。で、あとまあいろいろ細かいルールとかはあったね、忘れちゃったけどで、そういうのを破ると、まあ、罰則みたいのがあるよみたいなのを言われて、でそのままみんながいる部屋に行って、でここが今日からあの和樹くんが住む、まあ、生活するところだよって言われて、でそこにね3人かな、3人入ってて、でまあ軽く挨拶して、でまあその中のなんかね、室長ではないかな、うん、みたいな人に、ここにまあ荷物とかここでここでみたいな、で布団はここに入れてみたいな感じに言われて、うん、でまあいきなりさ、やっぱ知らない人の中にさ急にね、しかもその日児童相談所に入るなんて思ってもなかったから、うん、まさかこの日に急に児童相談所の生活になるなんて思ってもなかったから、そう、もう心の準備も何もクソもないし、うん、だから追いついてないんだよね、あの生理がだからみたいな、どこにいたらいいのかもわかんないし、自分がその部屋の中で、うん、でとりあえずもう座ってて、うん、でそしたらご飯の時間になって、で食事の時間、食堂があるんだけど、そう食堂に行って、でご飯そのみんなで食べるんだけど、でその前になんかね、ご飯の前に先生がなんかお話しして、でいただきますっつってみんなでご飯食べるんだけど、うん、でねやっぱそこで感じたのが、あーみたいな、なんかここ児童相談所って、俺前の動画でちょっと話したと思うんだけど、俺児童相談所より鑑別所とか留置所の方が全然良かったんだよねなんかね、児童相談所ってなんかちょっと独特なあの雰囲気、うん、すごいちょっと俺は嫌だったな、うん、なんか、うん、もうこの子たちはいらないですみたいな、うん、でそのね、非行で来るケース、まあだけじゃなくて、やっぱ虐待とかネグレクト、あとまあ不登校、うん、とか、うん、あと例えば親が両親ともに刑務所行っちゃってるとか、うん、まあ、いろんな理由で来てるから、うん、そうで、なんかね、どことなくすごくもうここにいるその児童相談所は最年少は何だろう、まあ、小学生かな、小学校低学年から上は18歳までなんだけど、うん、なんかもうこの子たちはもういらないって言われて、
入れられたような感じの、まあ一時保護所っていう感じだったんだけど、そういうなんかね雰囲気がすごかったね、児童相談所の中に入っている子たちは。でまあみんな何かしらそれぞれ理由があって入ってきてるわけだから、何もない子たちは絶対入ってこないからね。でまあご飯食べて、でちょっとなんか時間潰して就寝、まあ、9時にね就寝なんだけど、でね、そのね初日ね寝たんだけど、やっぱちょっとね気持ちの整理がついてなくて、その日、いきなりだってその日さ、まあ児童相談所刑事来て児童相談所行くよって言われて、まあ自分がねやったことに関してはまあそうなんだけど、いやちょっと急すぎてちょっとやっぱダメだわと思って、あの児童相談所の職員の人に夜ちょっと俺帰りますっつって、えって言われて、何言ってんのみたいな、いやちょっと自分帰りますっつって、じゃあっつって、いやいやいやちょっと待って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 みたいな、何言ってんの、そんな勝手なこと許されできないよみたいな、いやちょっと普通にちょっと無理です帰りますみたいな、いやそういうあの手続きとかそういうのとかなんかまあうんてらこんちゃらって言われてで、でまあなだめられて、でまあ最短でいつ出れるのかみたいな、でまたさっきあの高速道路乗ってる時に児童福祉士さんっていう人が、まあ、最短で3週間で平均で1ヶ月っていう風に説明されて、でその時はねああって思ってたけど、いざその時になってみたらちょっと長いって思って、いやこれ長いって思って、でその日から児童相談所の生活がねスタートして、でまあだん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 ね、そっからまあ徐々に慣れてって、その児童相談所の生活にね、で話す人もある程度増えてきて、で同じように飛行で入ってきた子だね、最初に仲良くなったのは、でそっから虐待でね、明らかに虐待で次にね入ってきた子が新しく部屋に入ってきて、目のねこの白目の部分がもう真っ赤に腫れ真っ赤になっちゃってて、で本当はその児童相談所ってそのなんで入ってきたのか聞いちゃダメなんだけども、そんなの守ってるやつなんてほとんどいないから、まずどうしたのみたいな、来たら、あの My mother ボン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 ってそいつやりだして、ああみたいな、なるほどねみたいな、そっかみたいな、で俺も小学校の時にそういう経験があったから、ああって思って、逆によく今までずっとそれ耐えてきたのかなって思って、まあそれか最初、でまあ、なんかすごい複雑な気持ちになったね。ただやっぱね、前にも話したと思うけど、飛行できた、まあ俺とかさみたいな飛行できた人間とその虐待できた人間を一緒の空間に入れるのってどうなのかなって思って、その虐待で来た子とか、そのネグレクトで来た人間に関して、子たちに関しては、もうちょっとなんかあったかいさ、空間に、入れていいんじゃないかなって思って、で、今は思うね。
その時はあんまりなんかそういうふうなことは考えなかったけど、でまあ何で入ってきたかとかそういうの関係なしにみんなでね結構仲良くやってやるようになって、で夜就寝時間とかね、あの喋っちゃいけないんだけどみんなでおしゃべりとかして、で児童相談所職員の人とか見回りにね来るんだけど、その時とか来た時お来た来た来たみたいな、黙れみたいな、ちょっと静かにしろみたいな感じで、でその時ね、あの唯一ね児童相談所でまあみんなとねその仲良くなったやつと話すのもその結構やっぱ楽しみだったんだけど、あの AKB が好きだったんだよね俺、でみんな好きだったんだよ、まあ全員じゃないけど、その時ってめちゃくちゃねその AKB が流行ってた時期だからすごくね、で児童相談所のなんかね古いウォークマンみたいなのがあって、その CD なんだよ、 CD で聴くウォークマンみたいなのが置いてあって、で CD が何枚かあって、でそこに AKB の神曲たちっていうのが置いてあって、えっって思って、あマジかってなって、でそれ聴いて、こうやって聴いて、でやっぱそれすごい人気だからみんなで回して、順番待ちで回して聞いて、そうで7時から8時半までかな、テレビ見れて、で M ステかな、M ステ でチャンネルとかはねそのみんなで決めて自由なんだけど、やっぱその M ステで AKB が出るってなったら絶対その AKB だったね、でなんだっけな、新曲出るってなった時はすごかったね、ビギナーだ、ビギナー、ビギナーが出るってなって、でみんなでも、見て、あの時はね児童相談所の中だったけどすごい、盛り上がってたね、でまあそうこうしてるうちにねちょっとあるトラブルを起こしちゃって、そうちょっとねやっぱね児童相談所ってやっぱ集団生活だからさ、どうしても集団で生活するとさそのね揉め事みたいなのも起きちゃうから、それでちょっとトラブっちゃって、であのそういうやっぱトラブルとかねそういうのであのまあ規約違反みたいなのを起こした場合は個別って言ってね、児童相談所のその罰則っていうのがあるんだけど、それを俺はね受けることになって、で何をやるかっていうのはね、あのまあこれ多分どこの児童相談所でも同じかもしれないんだけど、あのね個別って言ってあのひたすらね漢字ドリル、とかあとなんかね本とかなんか教科書、をひたすらノートに書いて、朝起きてご飯食べて、でご飯もみんなといつもだったら食べるんだけど別々で食べて、あのご飯食べ終わった後もひたすら漢字ドリル、書いて、ずっと、一日中ねずっと書くもうだからねもうその時はまあ大体あの3日なんだけどもうずっと書くから、もう長え長えもう一日がもうね10分が1時間に感じるんだよね。でその後夕方になったらあのちっちゃい体育館があるんだけど、
で、その体育館を100周、走る、で、またご飯食べた後、今度寝るまでまた書いて、で、反省文、で、寝る時もその今までは集団部屋だったけど、個室っていうか、もう本当に個室だね、個室の部屋で寝ることになる。で、それは非行で来た子だろうが、虐待で来た子だろうが、何で来た子だろうが、そういうその児童相談所のルールを破った子たちに関しては、同じ罰則が下されるね。だからまあちょくちょくいたね、そういう個別になる子たちは。で、俺は何回食らったかな、個別。まあ、でもに、俺はね、10月に入って出れたのが12月の終わり、ほんと年明け前に出れたんだよね、中2の、2ヶ月半かな、だから。で、そうだからね、誕生日もね、児童相談所の中で過ごしたんだよ。で、3回か4回ぐらいででも済んだかな。まあ、あれはね、ちょっとしんどい、マジで。結構きつい、あれは。で、そう、児童相談所の中で、そのね、俺11月がね、誕生日なんだけど、そう、11月誕生日で、そう、で、誕生日の人はね、何があるかっていうと、特に何もないんだけど、まあ、ご飯の時だね、みんなで、ご飯食べる、食堂でね、ご飯食べるんだけど、今日は何々くんの誕生日です。おめでとうございます。みんなでじゃあ拍手してお祝いしましょうみたいな感じで、パチ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 みたいな感じで。で、俺その時、入った時13歳で、で、その中でね、14歳になったから、ああ、14歳になっちゃったって思って、とうとう逮捕される年齢になったなって思って、で、次からなんかやったらもう逮捕かって思ったね、その時は。まあ結局逮捕されることになるんだけどね。で、ちょっと話脱線したんだけど、20歳のね、誕生日の時はね、実名報道されるなって思った。しかももう成人と、もう少年法じゃなくなるなって、もう成人と同じ、もう成人の、裁判になるなって、でも逆にその成人の、なんだろう、裁判の方がいいケースもあるからね、そこはちょっと何とも言えないよね。少年のあれが絶対いいっていうケースと、まあ、成人の方がいいケースってちょっと、微妙なラインがある、まあ、重罪だったら絶対少年の方の方がいいんだけど、で、まあ、ちょっとまた児童相談所の話に戻るんだけど、で、まあ、そうこうしてる間にもう1ヶ月以上経って、あれ俺出れねえなって思って、そうで、まあ、ちょくちょくね、親とか、まあ、あと学校の先生とかも面会に来てくれて、で、あとね、必ずその心理カウンセラーの先生がつくんだよね、一人につき、で、1ヶ月に何回かの頻度で、そのまあ最初入って最初の時はね、結構何回かね、心理テストみたいのをすごいやったね、心理テストすごいやったね、で、全然出れねえじゃんって思って。で、まあ一応その
まあなんか方針としては家庭に戻すっていう方針らしいんだけど、なかなかちょっとまだまあ児童福祉司さん的にはまあはっきりとは言ってないんだけど、もうちょっと児童相談所で生活をして、まあやっぱ1ヶ月とかで出しちゃうと、またおあのまあ再犯じゃないけど、ね、また悪いことするんじゃないかみたいな、だからもうちょっと様子を見た方がいいんじゃないかみたいな、でなかなか出れなくて、で結局ね、そうこうしてる間に2ヶ月経っちゃって、で周りさ、どんどんみんな、最初いた人子たちとかみんなどんどん出てっちゃって、あれみたいな、わせっかく仲良かったのに出てっちゃったって思って、で結構ね、その中で仲良くなった子がいて、で本当はね、連絡先とか交換しちゃダメなんだけど、でその時ね、ツイッターとかインスタとかなかったから、前略プロフィールっていうのがその時あって、でそれを教えて、でそこにちょっと書き越してっつって、で先に出て、で俺もね、結局まあ出ることになるんだけど、でその後に出て、その書き子来てたから、でそこに連絡取り合って、で会うことになって 遊んだりしてたね そうで、俺全然出れねえじゃんって思って、で新しく入ってくる子とかもどんどん来て、あれみたいな、で気づいたらもう12月半ばになってるしみたいな、でいつ出れるかっていうのはね、児童相談所は教えてくれないんだよ。で出れるのは、本当に出れるかどうかはその日の当日直前までわからない。だから死刑執行と一緒だよね だからマジで、みたいな、俺ここで年越すのかなみたいな。でもなんかその時にはね、もう何て言うんだろう、施設慣れっていうのかな、なんかそこでの生活にもう慣れちゃってて、でなんかもうちょっと感覚が麻痺ってきちゃってて、で結構なんかね、まあ俺より後に入ってきて、でやっぱ俺と同じように長くいる子もいたから、結構やっぱ仲良くなってさ、で俺が一番長いからもう、でなんかね、まあ居心地も別に悪くないし、でみんな仲いいしみたいな感じで、なんか別にそんな、なんかその出ることに対して焦りとか早く出たいなってなんか思わなくなってきて、なんか年越し、なんかね結構割となんかその年越しのカウントダウンまで起きれるみたいな感じだったし、なんか盛り上がって楽しそうじゃんみたいな感じで、で結構ワクワクしてたんだよね。このメンツで年越せるんだったら楽しいじゃんみたいな感じで、でそうこうしてる間に学習の時間っていうのがあって、そう児童相談所はね、毎回午前中は学習の時間、義務教育だからみんなほぼ、午前中は学習の時間だから、で学習してたら呼ばれて、「おいで」って、「和樹おいで」って、で「あ、何かな?」って思ったら、一番最初に服を着替えた部屋に呼ばれて、一番最初俺が来た時に入った時の俺が着てた服が畳んで置いてあって、えって思って、退所だよって言われて、退所っていうのは出ることね、あマジかって思って、着替えてって言われて、で着替えて、
で、親が迎えに来てて、で、下に児童福祉さんがいて、で、ほんと12月のね、確か28日だったね。だからほんと年越しのほんと直前だね。で、あっけなくもう、そこで、もう出ることになって、で、児童相談所の生活終わっちゃったね。で、帰って、で、わ、久しぶりに地元帰ってきた、みたいな。2ヶ月半ぶりだわ、みたいな。すごい懐かしかったね。で、まず真っ先に、友達家行って、で、そしたらびっくりしてて、友達知ってて、俺が児童相談所に、入ってたこと。で、ピンポンをして、あ、俺だけど、つったら、え、ちょ待ってろっつって、ドドドドドーって家から降りてきて、パターンっつって、うわーっつって、カズキーっつって、ガーっつって、よく帰ってきたなっつって、で、その後もね、冬休みだったからもう、そう、で、ある程度知ってる、まあ仲いい友達だけあって、で、家でね、まあ寝てたんだけど、なんかそこで不思議な感覚に襲われたね。ちょっと、戻りたくなっちゃったんだよね。あの児童相談所に あれ？みたいな。え、なんで？みたいな。え、多分これ施設慣れっていうのかな。なんかあっちの生活に慣れすぎちゃって、逆にこっちのその、なんだろう、生活がちょっとなんかもう分かんなくなっちゃってるっていうか。で、しかも年越しのさ、やっぱね、なんかカウントダウンとかも楽しみにしてて、で、楽しもうぜみたいな感じで、そのさ、児童相談所のね、入ってる子たちとさ、普通に話してたから、その直前で出されたから、ああ、みたいな、なんか、ちょっと何とも言えない感じになって、不思議な感覚に陥ったね。でも、数日経って、その気持ちはなくなったね。戻りたくないって思った。やっぱ地元ってかね、普通に、絶対、だってもう自由ないし、外出たい時出れないし、外、やりたい時にやりたいことできないなんてありえないから。だから、それは絶対嫌だ。それは多分感覚麻痺ってる。だからね、まあでもね、本当に、まあね、14歳になる前にしろ、やっぱりね、まあ深夜徘徊とか、そのタバコとかね、まあそういうのだったらまだしも、やっぱね、あんまりそれでちょっとやりすぎちゃうと、そういう児童相談所とかね、入っちゃうし、で、14歳とかね、になると本当にね、もう逮捕されちゃうから、まあそうね、ね、まあ二十歳とかね、越しちゃうともう、本当に、ね、逮捕されて実名報道されて前科もついちゃうから、まあそのあたりは気をつけて生きていきましょう。まあ、最後まで見てくれたらありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。じゃあ、ありがとうございました。